ハヤトの野望チャンネルへようこそ。シティーズスカイライン初心者講座2020、今回は最終回になります。はい、というわけで今回もやっていきましょう。前回はね、この南北に伸びる大きな高速道路を整備しました。めちゃくちゃ長い、超長距離のものなんだけど、これでね、町全体の渋滞が完全に解消されました。あとはね、町の奥の方に新たな商店街エリアを作ったんですが、ここにはね、路面電車で川向こうから来れるようになっています。ここですね。はい、もうかなりたくさんの人が使ってしまっているので、そろそろ乗り切れなくなってしまいそうなんですが、まあ、もうちょっと大丈夫そうだね。ちなみに正面には、路面電車の駅が置いてあります。トラムデポと書いてありますね。はい、ちなみに町の全体像このようになっております。よし、それじゃあ今回もまたね、開発していきましょう。まずね、商店街の需要がまた出てきているので、この奥に作った商店街区画だね、ここにもう少し、区画を拡張していきます。まだまだ土地はたくさん残ってるんでね、いくらでも需要出て大丈夫です。塗った瞬間にもう新しい商店が立ち始めてるね。渋滞がなくなったことで住みよい街だっていうことで、結構活気が出てきているような気がします。向かいにはね、貨物駅も用意してあるんで、商品の補充は完璧です。やっぱり後に作ったエリアの方が利便性が高いエリアになりがちですよね。さあ、商店の需要は満たされてきたんですが、今度はまた産業需要が出てきてしまっているね。オフィスの拡張をしていきたいんだけど、どうすればいいですかね。もうこの辺りのエリアはちょっと土地がなくなってきているので、川向こうのエリア使いましょうか。北の方までね、商店街にしようかなって思ってたんだけど、思ったより、産業需要伸びているので、オフィスをここに、作ってしまいましょうか。全部を商店にしてもよかったんだけど、オフィス設定していきましょう。こんな感じでいいかな。はい、はい、新たに設定したオフィスエリアにですね、早速オフィスが立ち始めました。レベルは1でしかないんだけど、しっかり産業需要満たしてくれてるみたいだね。はい、でここまで区画を拡張してしまうと、ちょっと市民たちの足が足りないと思うんだよね。このままほっとくと、どんどん道路が渋滞したり、この路面電車、パンクしてしまうと思うので、新たにね、地下鉄の方設置していこうと思います。地下鉄駅を、どこに置こうかな。まあ、割とどこでも行ける場所がいいんだけど、この辺りに2つ、さらに商店街にも置いていきたいね。あとはこの地下鉄の路線をつないでいきます。で、こことここをね、つないじゃうと町とのアクセスにならないんでね、これを一気に町の方に伸ばしていきます。で、この大型ターミナルでまだ使ってない駅があるんですよね。ここに、ここと、最後につないでしまえば、いい感じになりそうですね。ここをつないでいきます。ちょっとすでにね、いろんな路線が通ってしまっているせいで聞きにくいとは思うんだけど、つなげられるかな。はい、無事つながりましたね。もう片方もつないでいきます。あとは路線を設定して、はい、完成しました。割とね、商店街の真ん中に地下鉄の駅が複数置かれているので、かなりね、買い物しやすい感じになってます。ひょっとしたらここの商店街が一番栄えるかもしれないですね。あ、もう早速使ってる、早速使ってる。いいですね。路面電車も使えるんで、めちゃくちゃ住みやすいです。まあ、この路面電車の駅が近い住宅街あたりが、もうこの街でいうと一等地になりそうだね。さて、商店街需要またね、新たに発生してきたので、どんどん商店街伸ばしていきましょう。用意した区画がどんどん減ってきますね。まあ、まだまだ土地は余ってるから大丈夫なんだけど、この調子で伸びていってくれるといいね。はい、また新たにね、拡張した区画に、商店が立ち並んでいます。ちなみに、前回の終わり頃に見た、町のね、雇用率って 80% ぐらいだったんだけど、今何パーセントになってるんでしょうね。はい、これが雇用率のグラフです。まあ、いわゆる日本でいうと失業率みたいになるのかな。最悪の時に、7割ぐらいまで下がってたんだけど、雇用率どんどん上がって今 87% まで上がってるみたいですね。 95% ぐらい目指してちょっとね、開発していきましょう。はい、ガンガン建物建ってます。はい、地下鉄の駅もね、かなり使われるようになってきました。地下鉄駅の目の前に路面電車の駅作ってもいいぐらいですね。もう、まあ、ちょっと道路が狭いからね、あんまりここで止まられちゃうと大渋滞になってしまうんだけどね。はい、新たに商店街を作ったことでね、さらに、このハブ駅使う人口が増えたと思います。もう相当な数が歩いてるよね。こんな感じになってます。で、そろそろですね、地下鉄、乗り切れない人も出てきてる可能性があるので、ちょっとそのあたりチェックしていこうと思います。
パネルから地下鉄の路線をチェックしていきましょう。今現在3541人が地下鉄乗ってるみたいですね。全部路線がしっかり使われてるか見ていってみましょう。この住宅街の一番南の駅ですね。ここ1500人待ってます。地下でひどすぎるって、ものすごい勢いで人入ってってるもんねこれちょっと良くないですよ。駅自体の数を増やしたいレベルなんだけど、まあ、とりあえず地下鉄の車両の数増やしてみましょうか。次の路線はあんまし良くはないですね。さあこの路線は、あ、この路線も全然乗り切れてないですね。もう全部の路線を8両ずつぐらい走らせてみましょう。うわ、1700人待ってるところがあるぞこれ本当にやばいですね。街がちょっと機能してない感があったんですが、これが原因かもしれません。これ、大型駅の一つの駅なんですが、2000人近く溜まってしまっています。ひどいぞこれ。一つの車両に乗れる人数って多分150人ぐらいなんで、10車両ぐらい待たないといけない計算になりますね待てども待てども乗れないやつだ。一気にね、8両まで増やしていきます。はい、すべての路線の車両数を増やしました。これで解決してくれよ。まあ、ロマンを求めてハブ駅作ったんだけど、まあ、もちろんこんなやり方するとね、人口が密集しすぎてしまうんですよねもうちょっとね、分散させるやり方の方が、まあ、効率だけ言うならいいのかもしれません。ただこんだけ人歩いてたら楽しいんですよ。まあ、唯一の難点としては結構重くなるっていうことですね。処理がパソコンの性能にね、ちょっと難ありとかそういう方はね、ここまでやらない方がいいかもしれません。僕大型の街作るときはね、必ずこんななんかロマンを求めた駅作っちゃうんですよね。理由は、楽しいからですさあそんなこんなしてる間にね、また、需要が出てきたので、オフィスエリアの、拡張していきましょう。はい、どんどん伸ばしていきます。さらに商店街ももっと拡張できそうだね。さあ人口も8万3000人を突破しました。まださらに人口は伸び続けてるみたいなんだけど、そろそろね、あらかじめ用意してある住宅街の区画全て使い切ってしまったので、新たな住宅エリア建てていこうと思います。もう素晴らしいですね。見てくださいこれ、もう超高層マンション群、いわゆるタワマンですね。タワマンだらけになってしまっています。まあ、実際こんなとこ住みたいかって言われたら絶対住みたくないけどまあ住民税はうまいですね、めちゃくちゃ。かなりね、黒字も大きくなっています。健全な経営が行われてますね。よし、じゃあね、新たな住宅エリア、建設していきましょう。どこがいいかな。東の方でもいいんですが、今回はね、商店街を西の方に作ったんで、この商店街の向かいに住宅街あれば便利そうですよね。ここに作っていきましょうか。今回もね、先に区画を広めに作って、後からね、必要に応じて伸ばしていく形にしましょう。はい、区画が完成しました。あとはここに水道を引いて区画を設定していきます。まあ、これはね、いきなりがっつり全部塗ってしまってもいいと思うので、ビャッとね、塗っていきましょう。はい、これでいいね。これが全部埋まるような時にはもう15万人ぐらい行ってそうなんですが、はい、早速ね、建物建ち始めました。人口も、急増してるね。新たな区画作ったおかげかな。人口ももうすでにね、8万4000人1000人伸びました。10万人まで、もう一息だと思います。さあ少し、区画を使いやすくするために道路、縦に伸ばして、でここに小学校なんかをちょっと先に整備していきましょう。まだほとんど人が住んでないからね、もうちょっと引っ越しが完了してからでもいいんですが、先に整備されてる町の方がね、市民たちも引っ越してきやすいだろうと思うので、有り余った資金でね、ガンガン警察や消防、小学校に高校、大学、それからね、病院だとかね、ちょっと建てていきましょう。大病院を町の真ん中に建てるといいかもしれないね。さらに今回は、小児医療センターとかも建てていきましょうか。小児科だね。さらに、高齢者用の福祉施設、これも建ててみましょう。めちゃくちゃ手厚いです。あとは、火葬場だとか、まあ、3軒ぐらいあれば足りるかな。これだけ建てればまあ文句ないでしょういいですね。まあ唯一の難点は駅が一つもないことですね最後に拡張しちゃったせいでね。まあまあ大丈夫でしょう。はい、少しずつね、新興住宅地も発展してきました。医療に関してはね、この新しい町が一番手厚いですからね。体調に不安のあるお年寄りとかが住むといいかもしれません。
よし、それじゃあさらにね、住宅地を建てたことで商業需要も生まれたようなので、さらに商店街もね、拡張していきます。住宅街の向かいに作っていくといいですね。こんな感じで塗っていきましょう。結構がっつり拡張しても全部しっかり埋まってくれそうだね。はい。さらに、働くところがないと困るので、オフィスエリアも拡張していきます。さあ、新しい住宅地、東の方もね、結構建物建ってきました。そろそろまた町の方にね、問題出てそうですよね。ちょっと渋滞とかいろいろチェックしていきましょう。まず、こちらが、町の渋滞状況になります。赤いところが、渋滞しているところですね。あ、ちょっとこの辺りで渋滞してますね。新しい商店街の入り口のところが、渋滞してしまっているようです。これは交通量が多すぎるのかな？信号がちょっとあるせいで詰まっちゃってる感じですかね。信号ちょっと取ってみましょう。はい、いやちょっと交通量多すぎっていう感じがしますけどね。でもね、これ危ないですよ。商店街少し大きくしすぎてしまったかもしれない。ちょっとここはね、後々また様子を見守りましょう。あとはそんなに渋滞してる感じじゃないですね。上から見てもそんなでもないですね。はい、路中が多いのはもうしょうがないですからね。シティーズの市民は路中が好きなので。日本はあんまりそういう風習ないけど、海外だと道路に止めるのが当たり前みたいな国も結構あるみたいですからね。高速道路周りも全く渋滞することなく、めちゃくちゃ綺麗に動いてます。もう少し見栄え綺麗に作ってもよかったんですけどね、これならまあ動いてりゃいいでしょう。東の商店街もね、かなり渋滞しそうな感じだったんですけどね。一時期は結構綺麗に回ってます。駅もしっかり使われてるのかな。はい、このゴミゴミした商店街のど真ん中にある駅もなんとか使われてるみたいだね。アイスクリーム屋さんの角を曲がると駅から駅の裏口があるっていうね。はい、街の方はね、特に問題なかったので、このまましばらくね、見守っていればどんどん人口増えると思うんですが、ただね、黙って見ててもつまんないので、また新たな施設ちょっと建てていきましょう。こんなものがあったので建ててみましょうか。フェス会場、音楽とかのフェスとかをやる場所かな、これ。はい、フェス会場建ててみました。あー、いいですね。ただここ住宅地のど真ん中なんですよね向かいにマンションあるけどこんなとこ住みたくないだろうな越した後でこんなとこにフェス会場できたらなんか行かれちゃいそうだけど頭が。あ、まあしょうがないですね。これも制作なんでね、しょうがないです。他にもいろいろあるからどんどん建てていってみようかな。あ、これいいですね。ロンドンアイ、これはどうやら観覧車みたいだね。この街のシンボルになり得ると思います。いいですね。あと、凱旋門も建てられるみたいですね。まあパチモンでしかないと思うけど凱旋門建ててみました。突如現れた凱旋門、街中に何の歴史もないです。何のゆかりも何もないけどじゃん、皆さんこれなんだかわかりますか？自由の女神です。凱旋門建てたり、自由の女神建てたり、節操ないけど。全部税金ですからね。まあ、観光に来た観光客は結構嬉しいかもしれませんね。全部一箇所で見れるから。偽物だけどな。はい、そろそろ人口がですね、9万人に届きそうです。いいぞ。図書館まだ建ててなかったですね。図書館とか建ててみましょうか。公立図書館。はい、建て忘れていた町初めての図書館建てました。蔵書数は10億冊です全部漫画です。半分ぐらいがゴルゴとワンピースとコチカメですいらないから潰せよって言われそうだけどいいですね。はい、人口9万人ついに突破しました。さあ、あと1万人だ。さあ、さらにオフィス需要が出てきてしまったみたいだね。もうオフィスエリアもかなり綺麗に埋まってます。さらにオフィスエリアと、それから商店街エリアだね、建築していきましょう。はい、これでね、川の西に作ったエリア全て区画の設定が完了しました。綺麗に埋まったね。オフィスと商店街でしっかりね、地下鉄も整備されていて、結構理想の街っていう感じです。渋滞も一切発生してないし、貨物駅もあるからね。向かいに住んでる住人たちもね、足は自動車ばっかりになってしまうんだけど、かなり住みやすいんじゃないかなと思います。ちなみに新しい町の地価の方はどうなってるのかな。あ、めちゃくちゃ地価も高いですね。まあそりゃそうか、こんだけ公共の建物を建てまくったら住みやすいですもんね。よし、人口激増中で9万1000人超えたので、まだ建ててなかったあの建物をそろそろ建ててしまおうかなと思います。どこがいいかな。ちょっとこの辺りに土地があるんで、ここ使いましょうか。まずはですね、
土地の高さが平坦でないと建てられないので、土地の高さをですね、一定にしていきます。これでいいかな、はい、しっかりね平坦にしていきましょう。はい、これぐらいあれば足りるかな。そしてここに、はい、できました。こちら大都市用の空港になります。めちゃくちゃでかいです。これね、飛行機だとかヘリコプター、それから地下鉄を乗り換えることができる、超大規模空港になっています。滑走路もね、2本交差されていて、さらに地下には地下鉄があって、あとはねヘリ用のね、ヘリポートもどっかにあるんだよね。ついに待ち初めての空港が完成しました。それじゃあこれをいろいろつないでいかないといけないんだけど、はい、完成しました。さあ、これでね空港を使ってさらに街の外から市民たちが引っ越してくると思います。いいね。ちなみに地下鉄も路線つないでいきたいんだけど、どういう風につなごうかな。このままじゃね、もちろん機能しないので、どこかこの大型空港につなぐといいですよね、きっとね。僕はこの辺りにこの辺りに適当に地下鉄の駅作っちゃいましょうか。はい、この大型ハブ駅のね正面に、空港行きの地下鉄駅を設置しました。これ専用性なんでね、乗ったお客さんは必ず空港行きです。あとヘリポートもあるんだったよな。ヘリポートどうしましょうか。こっちに地下鉄がない街があったんで、ここにヘリポートを置いてみましょうか。ヘリポートは、2020年7月現在一番新しい DLC で実装された乗り物なんですよね。これですね、ヘリコプター乗り場、さらに、ヘリコプターの格納庫ですね、これを置いてみましょう。はい、こちらがヘリコプター乗り場、こちらがヘリコプターの格納庫になっています。で、あとは航路をつないで、はい、これでヘリが飛び立つはずです。あ、来た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 、いいね。ちょっと乗ってみましょうか。さあ、住宅地のヘリポートを出て一路超大型国際空港へ向かいます。あ、すごい、あ、自由の女神見える。アメリカかなって気分になりますね。はい、森の上空を抜けると、そこにはもう一つの商店街があって、川を横断している貨物列車が見えるね。さらにその向こうには、大型駅があります。ちょうど飛行機も今来てるみたいだね。そしてここに、はい、着陸しました。いいですね、飛行機も疲れてます。まあ、ちょっとあんまり利便性のいい場所ではないですけどね、場所的にね。あ、でも結構使ってる人いるね、これ。見て、いる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 。ちょっと過疎地すぎて使われないかなって思ったんですが、使われてますね。はい、空港で遊んでいる間にね、西に作った住宅地もほぼ全ての区画が埋まりつつあります。いいね。地下の方は大丈夫かな。ちょっとこの先の方が地価が低いね。公園とか建ててあげようかな、まあ、適当に植物園なんかを建てて、あとはなんかこう南国庭園みたいなのがバシバシ立ててみましょうか。はい、南国風の庭園や植物園、さらにその奥にはねメリーゴーランドがなぜか突然置いてあります。普通の公園に置いてあるもんじゃないと思うんだけどね。さあ、これでますます人口増えてくれるかな。さあ、もう 99,300 人まで来ましたよ。10万都市まであとわずかです。こうして見てみるとわかるけど、やっぱり最初に建てた方の住宅地の方が、大きなビルが多いですね。タワーマンばっかり。こっちの方はなんかまだまだそんなに発展してない感じがしますよね。まだ学力がないから建物のレベルが低いみたいだね、どうやら。引っ越してきたばっかりだからだ。はい、というわけでさらにしばらく見守っていたところ、ついに目標の人口10万人に到達しました。やりましたね。最後にはね空港も建てることができて、これで本当のね大都市って呼べると思います。というわけでね、これで長かったシティーズ初心者向け講座2020終了になります。皆さんご視聴ありがとうございました。一応ねこのゲームの基本的なことは解説できたと思うので、おそらくね、どなたでも人口10万人目指せるんじゃないかと思います。まだまだね使ってない公共の交通機関だとか、置いてない建物だとか、あとはね特化型の、石油区画だとか、鉱石を掘り出す区画だとか、あとは林業だとかね、いろいろできることはあるんですが、そちらねまた機会があれば、取り上げてみようかなと思います。というわけで今回ここまで、皆さんご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。